母は父が惚れた女だから、女としては実はタイプなはず。ところがどっこいさ <laughs> 父<の>親が <laughs>。朝活前もしたっけなもう僕に、なんだ、断ることに聞かせてたよ。いやー。な、夜な、どっかのディスコで、まあ俺もブイブイ言わせた時だったから、まあ、夜ディスコ行ったら、 お前の母親がそのディスコにいてでめっちゃそん時は可愛かったんだよディスコのミラーボールみたいなので照らされてわ俺もちょっと酒10杯ぐらい飲んでたかあるかもしんないけどお前の母さんめっちゃそんな可愛く見えてまず光り輝いて見えてたんだよなマジで油でテカってただけかもしんないけどそん時はほんと女神みたいに見えてもう一生懸命その 口説いて連絡先聞いても口説いて口説いてお酒おごってで次の週なんかデートまでこぎつけて「やった!」っつってでデート行ってお前の母さん来たらあんまそうでもなかったんだよな <laughs> でも <laughs> お前の母さんなんか口がうまくてなんか気付いたらなんか 実作られて気づいたら施設の実家に行ってたんだよマジ騙されたよ <laughs> <laughs> お前のお前の母さんでお前の母さんはあなたの奥さんでしょでもなんか面白かったらお前の母さんって言ってるのが面白い僕の父親がだよお前の母さんって言ういやそれえ <laughs> 待って僕の母さんはあなたの奥さんですよねいや俺はそう思ってないから <laughs> 俺はそう思ってないから俺は俺は騙されたと思ってるから俺はそう思ってないいやお前の母さんがさ <laughs> <laughs> まあ今を追えば父親も照れ隠しかそれあー照れてたのかもしんないね なんだかんだ子供にそんなことを面と向かってお前の母さん最高だぞとは言えんわな確かに言えんわ恥ずかしかったんだろうな確かになんか顔赤くなってたもん言ってる時にお前の母さんか <laughs> 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 マジで本当夜夜なんか可愛いと思った女の子とかいたらもうそこであんまりちょっと一回冷静になった方がいいぞみたいなこれ父親くんなって 覚えておくよ、リー <laughs> ばあちゃんマグロトムがバマグロ欲しがってるから早くマグロ持ってきてあれ絶対恥ずかしがってたんだなその後、自分が可愛がってたモップみたいな猫にずっとマグロの刺身やってたよ